皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんはアモングアスをプレイされたことはありますか？アモングアスとは宇宙人狼とも呼ばれているゲームで、プレイヤーはクルーとインポスターに分かれて議論しながら戦うロールプレイ型のコミュニケーションゲームです。クルーはインポスターを全員追放すれば勝利、インポスターはクルーを殺害してインポスターと同じ人数にすれば勝利となります。ゲーム開始時に各プレイヤーに役職を当てられますが、把握できるのは自分の役職のみ。ゲーム内での各々の発言、質問に耳を傾け、相手を信用したり疑ったりすることでプレイヤーの役職を推測しながらチームの勝利を目指していくことがこのゲームの醍醐味です。ルール、操作がシンプルである上、1ゲームにかかる時間が短いのが特徴。時間が空いた時に気軽にサクッと始められるのがいい点です。そんなアモングアスですが、新たなプラットフォームでの配信日が決定しました。ということで今回のゲームニュースは、アモングアスプレイステーション版と XBOX 版は12月14日リリースと海外向けに発表。クルーメイトエディション日本語パッケージ版は12月16日に発売。記事は4gamer.net より引用しています。インナースロッスは本日2021年10月22日人狼系アクションゲームアモングアス iOS、 Android、 PC、 Nintendo Switch を PlayStation 5、 Xbox シリーズ X、 PlayStation 4、 Xbox One、そして Xbox ゲームパスに向けて12月14日にリリースすると海外向けに発表した。いずれもクロスプレイ対応で価格は $4.99。 これに合わせて H2 インタラクティブは PS5 と Switch、 PS4 に向けたアモングアスクルーメイトエディション日本語パッケージ版を12月16日に発売すると発表。価格は4500円税込みで、セロレーティングは B12 歳以上対象となっている。東京ゲームショウ2021オンラインでも紹介されたクルーメイトエディション、クルーメイトエディションはアモングアスの本編、ステッカーやオリジナルスリーブケースといったグッズ、さらに各種 DLC のプロダクトコードなどをまとめたパッケージ製品関連記事。欲しい人は早めに予約を済ませておいた方が良さそうだ。以上が記事の内容になります。それではここでネットの反応を見てみましょう。タッチパネルやマウスじゃなくてコントローラーのスティックはかなりタスク難しそう。アトクロスプレイ用にディスコードのアプリで会話できるようにならんかな。あも明日やれる日が来たる。出たらやりたいなあ。 PC だけどクロスプレイ対応はありがたい。これは買うしかないでは。ついに発売日公開された。みんなやろう。アモングアスが PS4 にも来ますね。スマホ、スイッチと持ってるけどコントローラーよりタッチ操作のがやりやすいからな。どうしようかな。これは買わないかん。誰か一緒に買いませんか。そして遊びましょう。こうなってくるとゲーム内のボイチャ搭載が望まれますが、欲を言えばモッドとかで流行ってる近くにいる人の声が聞こえるとか、細かく設定ができれば楽しいけど。おっと、ついに発売日決まりましたか。プロジェクトウィンターより流行ることが簡単そうだけど、割と簡単に死んじゃうよね。これはら、まだ動画でしか見たことないからやってみたい。というか買いますわら。このゲームすごい好きで、かなりスイッチで遊んでたけど、PS4 で発売されたら VC で遊べそうで楽しみやな。よく遊ぶ人もそうでない人も10人くらい集めてみんなでやりてえわ。マジか。
ついに PS4 でできる、大画面でできるって言うたけど、やったことないんよな、実況しか見たことないねんな。やるなら知り合い同士でやりたい。10人ぐらい。アモングアス来るのか、 PC 版持ってるからクロスプレイできるのなら友達とやりたい。宇宙人狼を PS でもできるようになるのか。雪山人狼は未だに未プレイだが、こっちはこっちで欲しい。アモングアス PS4 版出るようだけど、こっちやるメリットあるのかな。野良試合のチャットはスマホのが打ちやすそうだけど、このゲームが PS4-5 に来る頃にはほとんどの知人はプレイしてなさそう笑い。 PS4 での操作性あんまり良くなさそう。スイッチもそうだったけど、やっぱコントローラーっていうのがな。ところで PS5 は一体どれぐらいの人がプレイするんだろう。ミュートしてやる普通のアモングアスもいいけど、ミュートせずにやるおしゃべりアモングアスやってみたい。アモングアスってこれで全プラットフォームで配信されることになったのかな。まだやったことない人にはぜひプレイしてもらいたい。スマホは無料、スイッチは500円でプレイできるのに、PS と Xbox は4500円もするの？ちょっとかわいそうじゃないか？この時をずっと待ってた。 PC は持ってないし、スマホではゲーム自体することが好きじゃなかったからな。 PS4 で出たら部屋にこもってずっとやるわら。スマホでも PC でもやってる私から言わせてもらうと、さすがに値段設定が高すぎる気がする。 PC だと500円でプレイできるし、モッドを入れることによっていろんな楽しみ方できるのに。私は未だにいろんな人のアモングアスの配信見て楽しんでるけど、だいぶ視聴数も減ってきてるからユーザー自体も減ってるんじゃないかな。一瞬目を疑ったわ。とうとうアモングアスが PS4 で遊べる。以上がネットの反応でした。私はアモングアスはプレイしたことはなく、 YouTube でいろんな人の配信を見てたのですが、これを機にやってみたくなりました。クロスプレイにもしっかりと対応できているということが何よりも嬉しいですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。